현지는 민족 자주 위협, 조국 통일 위협의 전국적 승리를 위하여 경의하는 조선 노조 동조대 조선 신군조합국 국민간조 조선 국민군 사이코시대 간노 노조 또 국가 군간노 사이코시대 사 김정은 생나 무무크리치 도시대 동원이 신약대 16일치 신천 연여조 원기 시도하십니다. 조선 노조 또 주원간 세기교구 조문간대 조선 국민조합국 국민간 난치 후군조대 사이코진간 조문간 인조노 조경세 도시도 도주원간의 간부터지나 도고하십니다. 정권인조와 정치권의 각인주세기 교육수수를 미트나와지 革命史的教育史をよく整えたことを評価し、日本の城に来て、尊い革命史的資料を改めて見ると、中央を通して人民と人民の兵士のための心を砕いてきた、伟大な金正恩主席と伟大な金正恩総書記が忍ばれた山ない、特に苦難の公務員、教訓の時、総会を訪れて、日本の城、日本の目立る民、世界レベルの農業基地として改築するよう正しく導いた総書記の献身的 労苦を抜きにして新ちゃん農業の今について考えられないと熱く望みました。新ちゃん農業は農業の困難を意識しながら農業の環境がいつ来てみても清潔で済んで、それに農業の関する殿の統制策が最も正確に実行された農業だと高く評価しました。それで農業の人から農業指導課題実行の状況に 聞いた後、試験園系や採卵室などを見て回りながら農業の管理、農業の状況について、すぐさに調べました。そして、農業科学技術を高い水準に引き上げるため、人民の隊が多くのことをやった。全国の農業政策をあくまで実行して、人民と人民に、船で栄養価の高い魚をたくさんに食べさせるため、最も不審 総書記の名前を必ず考えなければならないと述べました。金正恩氏は、生産農業の人たちがより高い目標を立てて、生産で飛躍的発展を収めて、総書記の意向通り、より多くの魚を本源地の公共給与部門と軍人に送るべきだと念を押しました。そして、金正恩氏は、農業の主観化、科学化、現代化、工業化、 新薬化を実現するため、引き続き先頭に立って励んで、国の農業技術の水準を見せる、モデル農業、国の農業を発展させる上で、模範単位、教育単位としての使命と役割を果たすための、党の信頼と期待に、国の農業で克服すべき結果が、農業部門で書き直す、党幹部を起こすための、交流的な教えを与えました。 내각정원들은 위대한 수령 조선노동조의 대선민주주의 인민공화국 국민간 인조 조선인민 사이코시대의 간노 노동도 또 국가 군산의 사이코시대의 김정은 원수인의 4월 16일 조선인민공화국 공화국의 대선 난 1000주년의 군부타이 선포 파일럿도 후쿠오쿠 등의 시도시입니다. 조선노동조총영인간 세계 격고 조문인간인데 조선민주주의 인민공화국 국민간 만인치 후쿠오쿠 조문인간 최경세 인조 다파운 간의 탐지 탓이나 도고시입니다. 대한수로 사이코시도시아도시나 선포 도주 측면에 아깝다고 소유무치의 신이 기여 무비급 사태 파일럿 등 무비가시게 시도받지만 軍部隊に戦闘警報が鳴り、軍部隊長の号令が下るや、戦撃襲撃機が連続離陸しました。最高指導者同士が離陸と異なる空中戦闘動作
発、着陸など全ての飛行操作を宣伝された方法で巧みに行うパイロットの痛み通った飛行術を眺めながら、条件や環境にこだわらずにいかなる飛行戦闘任務も立派に遂行できるよう準備できていることに大満足の意を表しました。そして首都の対空防衛任務を頼もしく遂行しているパイロットたちを見ると心丈夫だ。この軍部隊は党の訓練革命方針と軍事政治課題をパーフェクトに正しく執行している部隊、誇るべき部隊だとし、軍部隊の全てのパイロットと技術勤務メンバー、家族に自分の挨拶を伝えるよう託しました。また軍事協会さんの標識や鉄条ももない空で難しい肉体的負担に耐えながら清らかな良心を持って祖国の領空を頼もしく守っているパイロットたちがいるので、人民の幸せな明日が守られ、社会主義祖国は限りなく前進している。今後ともパイロットの皆が祖国と人民の期待を片時も忘れず、任された戦闘任務を立派に遂行する不屈の鷹にしっかり準備すべきだと念を押しました。防衛策に対して敬愛する最高指導者金正恩委員長に爆破国家芸術団から贈り物が贈られました。訪中したベトナム国家芸術団団長であるベトナム共産党中央委員会委員のボバン・プヨン党中央宣伝教育常任副委員長が15日朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第一副委員長の最高人民会議全員委員会政治委員長に贈り物を手渡しました。敬愛する最高指導者金正恩委員長が最高人民会議第14期第1回会議で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長に選出されたことを受け、15日金正恩委員長に反党民族民主戦線中央委員会から祝賀の手紙が送られました。手紙は、敬愛する金正恩委員長がこの度共和国の周囲に立ったのは国民委員長の北の民衆の絶大な信頼と支持の表れで、国民委員長を民族の偉大な導き手として心から慕う日本の民主主義の願いも込められた民族の大きな喜びごと、自主化をした平和繁栄のための諸村民族の戦いを力強く励ます一大出来事である。敬愛する金正恩国民委員長は揺るぎない自主の信念と非凡なリーダーシップ、壮大な実践で偉大な金正恩主席と偉大な金正恩総書記の祖国の願いを見事に実現し、主権の祖国の国力と尊厳を世界に轟かせ、民族の明るい未来を開いていく天に授けた偉人であり、民族を皆が慕うステースの愛国者である。民族自主の異名、祖国統一異名の終局的勝利のために、敬愛する金正恩国民委員長の健康を心から祈ると述べています。敬愛する最高指導者金正恩委員長が最高人民会議第14期第1回会議で朝鮮民主主義人民共和国国民委員会委員長に選出されたことを受け、12日金正恩委員長に大日本朝鮮人総連合会中央常務委員会から祝賀の手紙が送られました。手紙は、万人が仰ぐ天が授けた偉人を朝鮮民主主義人民共和国国民委員会委員長に選出したのは、父の革命偉業を代を継いであくまで達成し、在日朝鮮人運動の全面的な復興をもたらす上で重大な歴史的意味がある大きな政治的出来事である。敬愛する金正恩元帥は偉大な金日成大元帥と偉大な金正日大元帥の不滅の国家建設の思想と業績を忠実に継承し発展させて、我が祖国を栄えある金日成金正日大元帥の国家、不滅なる人民の国に一層輝かせ、社会主義強国建設の転換的な局面を開いた世のまれな政治家であり、世界が共に認める今世紀の最も傑出した国家
指導者である。南国家藝術館へ諸民族の太陽であり優しい父である。敬愛する最高指導者金正恩元帥の健康を心から祈ると述べています。偉大な金日成施設の創刊170年に際して諸村民主主義人民共和国最高人民会議常任委員会の人たちと閣僚たちが4月15日金日成太陽宮殿を訪れ崇高な敬意を表しました。太陽節に際して15日第21回金日成花祭典の参加者地球史上研究組織代表団と代表太陽節大名の手先人式が団太陽節を財政を博士人総理委員会式が団をはじめ訪中客と海外祖孫人が金日成太陽宮殿を訪れ偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記に敬意を表しました。またこの日、官邸民族民主党選組合支部代表と支部の人たちが金日成太陽宮殿を訪れ主席と総書記に敬意を表しました。民族一番の祝日である太陽節に際して勤労者と青少年人民軍軍人が南千の丘の偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の銅像に献花し敬意を表しました。主席と総書記の銅像の前には労働党と国家軍隊の最高指導者金正日委員長からの花籠が置かれていました。主席と総書記の銅像に党政権武力機関大衆団体各省中央機関、平壌市内の各機関、工場、企業、学校、朝鮮人民軍と朝鮮人民南軍の各部隊などの名義で献花されました。また、反帝民族民主戦線平壌支部名義の花冠が捧げられました。一同、主席と総書記の銅像に深々と辞儀をしました。平壌の各所と各地の主席と総書記の銅像と、太陽のように明るく微笑主席と総書記を描いたモザイク画にも勤労者と青少年人民軍軍人が献花し敬意を表しました。民族一番の祝日である太陽節を迎え15日党と政府の幹部たちと有党委員長各省中央機関の人たちが金日成主席生誕の地満行で訪れました。ベトナム国家芸術団の平壌訪問2日目の公演が平壌市ナイスの芸術劇場で行われました。朝鮮労働党中央委員会政治局常務委員会委員で朝鮮民主主義人民共和国国務委員会第一副委員長の最高人民会議常務委員会朝鮮平委員長関係者平壌市内の文化芸術部門の創作家、芸術家、教員、青年学生が講演を鑑賞しました。講演に先立ち、チョイ委員長は、ベトナム国家芸術団の主要メンバーと、中華バカワー社会主義共和国特命全権大使に会って懇談しました。ベトナムの芸術家は、諸村人民の友好の情を胸に真心を込めて用意した、カサワーの歌を披露しました。公演の後、出演者に花籠が手渡されました。市委員長は舞台に上がり、芸術団の主要メンバー、芸術家と挨拶を交わし、公演の成果を祝いました。偉大な金日成大元帥の生誕170年記念、諸村市民団全国連団体大会が15日南京で高校学院で行われました。各道の青年団代表と南京で学院学校台湾国学院学院の生徒平壌市内の生徒諸村青年団に入る生徒たちが参加しました。諸村労働党中央委員会地域副委員長と関係者青年同盟の活動家在戦老兵功労がある人たちが大会に招かれました。大会に先立って一同南京で革命学院の偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記の銅像に献花し敬意を表しました。大会では金日成金正日の青年同盟中央委員会パク・チョルミン委員長の基調演説に次いで朝鮮青年団入団式がありました。地域副委員長の温度で青年団に入る生徒たちが誓いを立てました。感染者と先進老兵、交流がある人たちが生徒たちに赤いネットチューブを巻き上げ、青年団バッジをつけてあげました。
兵で祝辞がありました。第6回スワットハル人民芸術祭の参加者の最優秀記念公演が15日平壌大劇場、東方芸術劇場、国立演劇劇場、人民文化宮殿、青年中央会館、千島文化会館、鉄道省文化会館、国立サーカス団のマジック劇場で行われました。平壌市内の勤労者と青年学生が公演を見ました。太陽節記念青年学生の舞踏会が15日各地で行われました。凱旋門党創立記念塔の広場をはじめ、平壌の各所と各地方の舞踏会場で青年学生は祖国を歌う永遠に主席の国などの歌のメロディーに合わせて踊りの輪を広げました。15日の祝日である太陽節を迎え、各地の青年団キャンプ場で第1期キャンプが始まりました。15日東部湾国際青年団キャンプ場で行われたキャンプ場開きに、関係者とキャンプ場の教職員、子どもたちが参加しました。まず一同、偉大な金日成大元帥と偉大な金正日大元帥の銅像に献花し、敬意を表しました。南軍で少年団キャンプ場、即安の少年団キャンプ場をはじめ、各地の少年団キャンプ場でも第一期キャンプ場開きがありました。会場の人民は民族一番の祝日である太陽節を意味深く感謝しました。偉大な金日成主席と偉大な金正日総書記が永遠の姿で安置されている父の最高の聖地、クマスカン太陽宮殿を大勢の人々がひっきりなしに訪れました。広場に入った人々は太陽のように明るく微笑む主席と総書記の写真に深々とお辞儀をしました。第21回金日成歌祭典と各道の金日成歌展示会の場所にも人民の限りない警部の念が満ち溢れていました。平壌のサムジュン管弦楽団劇場で太陽節記念サムジュン管弦楽団のコンサートが行われ、平壌と地方の各劇場、野外舞台などでも多彩な芸術公演が披露されました。各地の子どもたちは知識と道徳、体力を兼ね備える有能な革命人材、社会主義強国建設の頼もしい皇族隊にしっかり準備していく誓いを立てて朝鮮青年団に入りました。太陽節を迎え、平壌ではスポーツ競技が祝日メニューとに採用されました。ベトナム共産党中央委員会委員のボバン・プオン党中央宣伝教育常任副委員長を率いるベトナム国家芸術団が金日成主席生誕の地満軍で訪れました。また一行は金日成文学総務大学、市長室等々、朝鮮革命博物館、市長音楽芸術の発展館、祖国解放戦争勝利記念館、満軍で学生少年宮殿などを見学し、東平壌大劇場で芸術公演我が国旗を鑑賞しました。敬愛する最高指導者金正恩元帥が朝鮮民主主義人民共和国国民委員会委員長に選出されたことを祝う在日本朝鮮人中央大会が4月13日東京の朝鮮文化会館で行われました。朝鮮総連中央常任委員会法順万議長と総連の活動家同胞青年学生が大会に参加しました。大会では敬愛する最高指導者金正恩元帥に送る祝賀の手紙が読み上げられました。各国のマスコミが太陽節を大きく取り上げました。ネパールの新聞アルパンは太陽のように明るく微笑む偉大な金正恩主席の写真とともに、太陽節記念行事が世界の多くの国で盛大に行われていることについて伝えました。北東山チェコ朝鮮友好協会、チェコ地球史を研究及び文化会のホームページには、主席の革命活動の写真とともに、主席を社会主義諸村の思想、不正室の愛国者、民族の英雄、公的の創帥、卓越した軍事戦略家、社会主義運用の傑出した指導者と称える文が載りました。インドの新聞オーシャンニューズポイントも、不正室の偉人の不滅の業績を見せる写真とともに、諸村人民は、朝鮮民主主義人民共和国の創建者であり永遠の主席である金日成主席の生誕日を太陽節として記念しているという内容の記事を載せました。バングラディッシュの新聞デイリーフォークは、
朝鮮革命を勝利と導いたキム・イルソン主席の生涯は樹脂で輝く一生だとし、樹脂の旗を高く掲げて朝鮮革命をまっすぐに導き、世界の樹脂化の偉業に大きな貢献をした主席の業績を詳しく紹介しました。エジプトの新聞アルアハバル・アルマサイは、キム・イルソン主席は基地室を創始して、世界人民の行く手を明らかにした自身の時代のパイオニア・先導者で、世界政治の元老であり、崇高な人間愛と人徳で天下を感動させた、世にまれな聖人だと伝えました。概要説に際して、12日、中国駐在朝鮮大使館で祝宴を設けました。中国全国人民代表大会常務委員会、鉄平健副委員長と関係者、中国在住の各国の外交代表が招かれました。全人民中国駐在朝鮮臨時代理大使と大使館員が出席しました。祝宴に先立って参加者は、敬愛する最高指導者金正恩委員長の対外活動の業績を紹介する写真を見ました。以上で、この時間のニュースを終わります。担当は大井美津子でした。こちらは朝鮮の声放送です。金日成主席とふるさとを思う歌。キム・イルソン主席の生涯を思い起こさせる歌があります。キム・イルソン主席が栄えある抗日革命闘争の時に作った不朽の名作「ふるさとを思う歌」です。ふるさとを立つ朝、我が母は角に出て涙ぐみ、さあおゆき、その言葉、ああ耳を打つ。ふるさとを思う歌は、主席が市民を通して愛称した歌です。国と人民のために全てを尽くした主席の偉大な生涯の足跡をたどれば、いつもこの歌は付きっきりでした。抗日革命闘争の時の昭和25年1936年春のある日のことでした。祝日を見回っていた主席は、故郷への思いを募らせる歌を歌っている母性の大夫たちに会いました。主席は故郷のことが思われるようだが、祖国を離れた人たちにとって故郷の春は格別懐かしいものだ、祖先も今頃は本当に美しいと言いました。そして生まれ故郷の万年度について話しました。社会科学院の研究者パク・スミルさんの話です。中国양수님께서는그동안의오랜길이고고들과지인들이어리는양단단그때김일성주석은대동가와의氷이溶け시다리야낭に新芽が吹き始めると、満玄峰の躑躅も赤く咲き、わらぼき屋の庭の桃の花も咲いたものだ。4月の満玄では花の中に埋もれて絵のように美しかったと、故郷の山と川について感慨深く思い起こしました。主席は幼くして懐かしい故郷を後にした時の辛い思いや、国の解放のための険しい戦いの道であまりにも早く死に別れた父と母について、異国のワビンシー村に残ってきた弟たちについて、そして我が子が国を解放して帰ることを指折り数えて待っている故郷の祖父母について。この日、キム・イルソン主席はふるさとを思う歌を歌いました。主席が歌ったこの歌は、カオたちの胸に熱い祖国愛を植え付けました。誰もが故郷の歌を好んで歌うものです。しかし主席にとってふるさとを思う歌は、単なる故郷への愛情と懐かしさだけの歌ではありませんでした。故郷への熱い思いの中に、これに尽くす革命家の聖なる使命感をかきたてるものがあり、革命の勝利を確信させる信念というものがありました。今日の戦場で熱い祖国愛の感情を燃え立たせたふるさとを思う歌は、苛烈極まる祖国解放戦争の時も力強く響きました。主席は砲煙くすぶる最前線にまで出向き、
勝利の戦略と戦術を示したとも、大国に国の立つ軍事家たちがあったとしても、このふるさとを思う歌を歌いました。人々の歌った「ふるさとを思う歌」はそのまま日本軍の母をはじめ国民の胸に熱烈な愛国心を植えつけ、侵略者との戦いに必ず勝つという揺るぎない信念のこだましになりました。 帝国主義者が社会主義の支援について何者入りで騒いでいた1990年代をはじめ、80の高齢にもかかわらず社会主義の勝利を確信し、あなたと思う歌を歌った主席の姿は今も朝鮮人民の心の中に深く刻まれています。 この人民に尽くす使命感で一生涯を燃やしてきた金正主席の御子でした。彼はふるさとを思う歌とともに、百戦百勝の諸君労働党を創立し、五月の革命武力を創建し、人民の楽土である社会主義制度をもたらしました。今もこの歌は生涯を閉じるまで熱い祖国愛を 持って、朝鮮半島と人民の幸福のために全てを尽くした主席の偉大な生涯を伝えています。朝鮮人民は主君の名作ふるさとを思う歌に秘められた金正恩主席の生涯の願いを継いで、敬愛する最高指導者金正恩総統の導きのもとに、必ず社会主義強国を打ち立てるでしょう。 金日成主席とふるさとを思う歌、高台氏と話しました。普通の日の一日。 が人民の幸せのために一日も休むことなく生涯の全てを尽くした偉大な金正恩主席は、朝鮮人民の永遠なる指導者で優しい父でした。金正恩主席は国が解放された時から生涯を閉じるまでの783年、1984年で数知れない国と人民を返上して国と人民の幸せのために捧げました。 中には熱い人間愛と献身の労苦で綴られた生誕美もありました。 そして35年、 1946年4月15日を控えたある日のことでした。 国の解放後初めて迎える主席の生誕美なので、訪日の女性英雄キム・ジョンスク女子は祝いの膳を用意していました。 このことを知った主席はしばらくの間何か考えていましたが、やがて女子に食べ物を余分が出るように準備するよう頼みました。このことを伝え聞いた抗日武装闘争の参加者たちは、願いが叶うかもという思いで非常に喜びました。ところが当日も主席の誕生日祝いはある若い投資の結婚式に変わりました。 1943年1954年4月15日、父はある農業協同組合を訪ねて、安治市で農業を立派に営むための宝塔を相談し、そして66年1977年4月15日には、石炭が増産されればそれに越したことはないとして、ある炭鉱地区で生誕日を迎えました。 それだけではありません。ある年の生誕日は牧場を訪れて、食肉の生産を増やすことを協議し、また一日中、党活動の懸案を協議した日もありました。そして、外国訪問の途に就いて生誕日を迎えた日もありました。毎年の生誕日をこうして過ごす主席のことを考えて、周りの人たちが総出で地方に出張したこともありました。 この日の一日だけでも、主席が休んでほしいという願いからでした。しかし主席はこの日も、農業の段取りがどうなっているか調べるために、
郊外の農場に出向きました。主席の生誕日はこのように流れました。けれど主席は晩年に、人民のためにすべきことが山ほどある、私が仕事の手を休めるならそれだけ金蔵の同志に負担をかけることになる、金蔵の同志が人民のために身を渡して仕事に悩んでいるのを見ると少しも休みが取れないと言いました。このように記念と主席の生誕日である4月15日は国と人民のために身を燃やしたその日の一日でした。日の一日、交代してお話しました。